こんにちは、カリーマです。明けましておめでとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、新春ということで餅、この餅を使ったカレーを作っていきたいと思います。実家が餅をつく臼と、ね、キネがありまして、でこれをね、毎年みんなで餅ついて、雑煮食べるみたいなことやってるんですけど、今回ね、その餅を使ってスープカレー作っていきたいと思います。スープカレーと餅ってめちゃくちゃ相性が良くて、餅にねスープが染み込んでめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。餅のね表面がこうパリッとなってて香ばしくなってて、でそこにねまたスープが染み込むとなおさら美味しくなるという、ということで餅とスープカレーは必ず結構おすすめな組み合わせになっております。ということで、作っていきたいと思います。ただしスープカレーはですね、具材がめちゃくちゃ多くて、それからすごい面倒くさいんですよ。だから今回はこちらを使いたいと思います。スープカレーの匠、濃厚スープ。これはですね、めちゃくちゃ簡単なスープカレーの素で、水とですね材料を入れて柔らかく煮込んで、特製スープを入れて煮込んで、オイルを入れて、ね、仕上げるという、もうめちゃくちゃ簡単なこのアイテムなんですけど、それをやるとですね、このパッケージのようなこの仕上がりには絶対ならないので、これをやるためには素揚げをしなきゃいけなくなってきて、肉なんかはさらにこう、なんていうか、パリッと焼いて、そして、軽く煮込んで使うみたいな感じにしていくんですけど、そうなるとね、工程もいろいろ様々な工程があって、だからカレーをねスパイスから作るんだっていうのが結構負担になってくるので、これが簡単です。まずね、今回使う材料を紹介したいと思います。いっぱいあるんでね、まずですね、この鶏肉、1枚、今日はね3人前作るんで、これを3等分して使いたいと思います。この卵はですね、いる人が食べるということで1個半分に使っていこうと思います。玉ねぎですね、かぼちゃもう4切れで、もち3つですね、パプリカ、エリンギからピーマンとヤングコーン、レンコン、じゃがいもと人参ですね。これはレンジでチンしてちょっと柔らかくしておきます。ナスはね、このまあヘタ取って半分に切って、半分に切って、この縦のライン入れていくって感じですね。野菜関係はもう全部揚げるんですけど、この玉ねぎは炒めてからスープを入れようかなと思っております。それでは新春第一発目のカレークッキングスタート。一番最初にもうスープだけ作っとけば、スープは後で温めれるので、まずスープ作っていこうかなと思います。こういうものとオイルですね、後から入れる辛味の調節スパイスですね。軽く油を玉ねぎで入れちゃいます。でほんのちょっとだけ塩をお願いします。炒めるときはなんかいきなりこうガンガン混ぜていくんじゃなくて、少し焦げ目がついたぐらいにちょっとひっくり返すみたいな、そういう方がいいかなと思っております。そうするとちょっと香ばしさとかが、カレーのスープの中に、移ると思うので、1人400なんで、まあ1200ですね。1200、 1.2 リットル入れました。ちょっと塩を振ります。この上で皮の方にも塩をかけておきます。このまんま焼いて食べるときに切ります。このフライパンがちょっとあったかくなったら、この皮の面から、なんか皮に切れ目を入れておけば皮がこう縮まるのを防ぐらしいんですけど、今回やってません。焼くときの厚みとかを合わせたりとか、なんかそういうのもあったりするんですけど、
これやってませんね。できるだけこう まとまった肉にしたいんで。皮からめっちゃ脂出てくるんですよ。でそれでさらにこう上がっていくっていう、こう焼き具合をこうちょっとたまにこう見ながら、そう結構こんがり焼けるぐらいまでやっていきます。ある程度こう今こんがりしてきたんですけど、ちょっと弱火にしてちょっとじっくりまた皮目を焼いていきます。でもう多分こんがりしたんで裏返して逆面焼いていきます。厚みがあるんでちょっとじっくりいきたいので、焦げないように弱火でちょっと火を入れていきますね。濃厚なスープ入れていきます。これ入れるときにですね、スープの素入れるときに中身を寄せといてハサミでここを切って準備しておくと、いいと思います。これ混ぜときましょう。粘度が高いのでだからよく混ぜとかないとなかなかこう溶けないというか。はい、これで一応スープは完成したんで、レンジでチンした野菜をこれスープの中にまず入れます。そして軽く煮込みます。で肉を食べやすいサイズに切っていきます。で6等分餅を今から焼きます。結構時間かかるんで180とか160ぐらいでじっくり焼いていきます。素揚げしていきます。結構飛ぶのでお気をつけください。次、このヤングコーン、ミニコーンね、ミニコーン、なんかもうこんなに食べないけどついでに揚げてます。レンコンとか、最後はですね、ナスいきます。ナスはね、結構油を吸うから最後がいい。野菜たちです。このスープにジャガイモたちを入れて軽く煮込みます。餅焼けました。これ肉も入れておきます。この3つの、ね、お皿に盛り付けていきたいと思います。これ、ね、香りスパイスオイル、これをね、まず容器の中に入れておきます。具材を入れていきます。
あー、どんだけ。いただきます。うん、うまい。いやー、この肝心のこの餅っすね。この餅、餅がね、美味しいっすね。かぼちゃ、うん、この辛さのパウダーがあるんで、それであとは自由に調整してもらったらいいと思います。じゃがいも結構ね、あの手際よくしたつもりですけど、結構時間かかります。あの、まあ、アイテムが多かったらめっちゃ時間かかるんですけど、まあ、自分たちが本当に用意できる量だけで、種類だけあの盛り付けたらいいかなと思います。僕はちょっと欲張りなんでいろいろ入れてしまったんですけど、あのこんな感じでスープカレーをたまに作ってみてはいかがでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではスパイスカレーやレトルトカレー、カレー商品なんかを紹介しております。たまにカメラとかドローンとかも紹介しております。そして、自分の好きなものなんかもやったりしますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。次は2000人を目指して頑張っております。ぜひ応援よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。